ビギリビギリビギリレッツゴーレッスンボーイ、今日ちょっと趣向を変えまして、もう今これから2020年なんですけど、これから2020年代に起きる出来事をちょっと話そうかな、予言じゃないですけど予言したいな、話そうかなと思います。で、今回はまあ僕の得意っていうか何でしょうか、よく好きな分野でスポーツに関して話しますけど、まず F1 です。ついたね、先日っていうかこの間10月の2日にのホンダが2021年限りで F1 を撤退するって話したんですけど、2020年代に起きるって出来事はまずメルセデスとルノーは間違いなく撤退します。でフェラーリだけが残りっていう状態に、ワークスがだけ、フェラーリはだけ残るっていう状態になります。これはっていうと、メルセデスはもうフォーミュラー E にもシフトしちゃって、ルノーももうシフト、フォーミュラー E にシフトしちゃうんですよね。つまり言うと、もうメルセデスとルノーはもう F1 みたいにもうなんかガソリンエンジン使うよりも、そのフォーミュラーより電気自動車作った方がもう効率いいっていう考えでも、あんまり F1 は金食い虫だからあんまりメリットはないんですよ。逆にフェラーリはその F1 イコールフェラーリっていう代名詞的存在だから、そういうのがで、だから F1 参戦しないとフェラーリっていうのは成り立たないんですよね。でもし仮にフェラーリが何らかの事情で撤退すると場合は、もう間違いなく F1 はもう終わりますね、本当に。もう続きに F1 に対して2020年代に起こる予言としては、名門チームはもう撤退するんしますもん。ウィリアムズがもうこの9月にもウィリアムズ一家から大手ウィリアムズ家からウィリアムズがもう身売りしたって話が、売却したって、株式売却したって話が出たんですけど、今 F1 を取り巻く環境すごい厳しく、特にコロナ禍以降も相当収益放映権もだだ下がりになって、もう窮地に立たされてしまいます。その中でもウィリアムズとマクラーレンは相当チームとしても深刻らしく、 F1 をやれるかどうかも微妙なんですね。だから2020年代にもウィリアムズとマクラーレンは F1 から撤退してもフォーミュラー E とかインディーに行くんじゃないかなと思います。まあ、ねえ、いろいろありますよね。昔は F1 が世界一あってんですけど、今はもう違ってて、別のスポーツ、インディーやら、フォーミュラー E とか、スーパー G っていうのもいい、面白いっていうのもありますし、いろいろ価値観が変わってくんですね。はい、次は、まあ、野球についてちょっと話そうかなと思いますね。2020年代に起こる野球での出来事、野球の、なんですけど、まず、高校野球に関する、ちょっとついて話したいなと思いますね。本拠地が、まず甲子園じゃないですか。高校野球の本拠地は甲子園も、これはもう聖地なんですけど、まずドーム化になるんじゃないかなと思います、甲子園が。
これはもう、ま、毎年8月にもう真夏っていう状態でもやってるから甲子園だっていうのはあるんですけど、それで熱中症で倒れてる方が多いくらい、いじめじゃないかっていうのはあるじゃないですか、体罰とか。それで甲子園阪神電鉄がその規制かけてドーム化するんじゃないかなと思いますね。あ、これあくまで僕の予想ですけど、本夏とも甲子園を球場にし、そのドーム化しない代わりにその時期増やす、時期をずらすっていう、秋とかにするって言ってもあるんですけど、そうするとその学校の授業とかでかぶっちゃうとかあるので、夏しかない、夏休みしかないっていう事情もあるんですね。そこは正直、正直難しいですよね、本当に。プロ野球に関してもちょっと話そうかなと思いますね。プロ野球はですね、セ・リーグ、パ・リーグ12球団どうなるか分かんないですけど、どっかが身売りするんじゃないかなと思うんですね。で、身売りするします。そして本拠地も移転するんじゃないかな。例えば沖縄にとか移転するんじゃないかなって。そこら辺が大きいんじゃないかな。沖縄にも移転に、プロ野球の地球団が誕生できるとか、そういうのもあるんじゃないかなと思いますね。で、あと相撲について語りましょう。お相撲なんですけど、2020年代の出来事の予言として、まずこの2020年代に両横綱2人、白鵬と鶴竜はもう間違いなく引退します。で、そっからも多分当分もう横綱は不在なんじゃないかなと思います。もう本当に、確かに9月秋場所でその正代とかが優勝して大関昇進になったんですけど、でこれで大関は正代に加えて朝乃山、貴景勝の3人なんですけど、この3人実を言うと、2人ですね、ごめんなさい、正代、ごめんなさい、朝乃山と貴景勝なんですけど、いかんせんあんまり横綱と対戦したことがないんですよね、もう本当に。今の横綱あんな状態だから何とも言えんすけど、なんかそれで自分たちが成績優勝できるか、2場所連続優勝できるかといったらそうではないんですよね。で、正代が大関になって3人になるんですけど、で大関はどん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 増やす優勝するのかなと思ってたら、そうでもないし、休場して角番になったっていうのを繰り返したから、でその間2横綱休んで、で平幕優勝とか多いから、ああこれは大関よく2横綱引退したらもう大関、2横綱不在の場所がずっと続くんだなと思いますね。はい、あで、あとはサッカーですね。
サッカーの FIFA ワールドカップなんですけど、2020年代の予言として僕はもう日本は決勝に進出できるんじゃないかなと思いますね。これちょっとハードルあまりにも高いからちょっといい、こういうのもあれなんですけど、まず去年のラグビーのワールドカップ、まあこの時期なんですけど、ラグビーワールドカップでジャイアントキングのランキング、日本よりランキング上の人がを倒に勝ったということを考えると、日本サッカーの日本代表もいずれそうなんじゃないかなと思いますね。はい、いずれそうなって日本決勝に進出できる、でベスト4とか、まず行ったことないところを、日本が一度も行ったことないところまで行けるんじゃないかなと思いますね。はい、次が、あそこ、あれですね。陸上ですね、次は。今、陸上、今、無観客でちょっとやってるんです。開催されてるんですけど、短距離100メートル走ですけど、日本人が、日本世界新記録出す選手は多分出るんじゃないかなと思いますね。ウサイン・ボルトが出した9秒、何秒だっけ？ごめん。9秒58を更新するんじゃないかなと思いますね、本当に。多分2020年代、どっかで日本人が9秒58、ユサイン・ボルトを持つ9秒58を更新するのかなって思うんですよね。いかがでしたか？まあ、いろいろ2020年代の予言、あるんですけど、あくまで僕の予想なので、多分当たるってことはまずどうかなと分かんないです。ないです。多分ないと思います。まあ、外れたらごめんなさいってしか言いようがないんですけど、まあ、次回は、まあ、芸能やエンタメについて話そうかなと思います。はい。